五輪の豊かさを実現する言葉。106。お金について良い同意を結ぶ。危機物語。私は自分が使うすべてのお金について気持ちよく感じます。あなたは自分に許しているお金の使い方について自分と同意しているのです。あなたはどんな物事ならお金を使ってもいいと思っていますか？また、ある物事に自分がお金をいくら使うことを許していますか？大切なことは自分にとって喜び、豊かさ、明晰さをもたらすのに役立つ同意をお金について自分と結ぶことです。もし、お金を使うことに絶えず罪悪感を感じているなら、自分が自分と結んでいる同意について振り返り、それらを変えることを考えてください。なぜなら、それらはあなたにとってうまくいっていないからです。あなたは自分の同意が良いものかどうか、またそれらが他人の価値、例えば両親、社会、友人たちのものに基づいていないかどうか調べることが必要です。お金について自分にとってうまくいく同意を結んでください。それではこれからアファメーションを行います。体を楽にしゆっくりと深呼吸しましょう。静かで穏やかに落ち着いていい気分になっています。吸う息に乗せてこの言葉を自分のハイヤーセルフのところへ持っていくと想像し、吐く息に乗せてこの言葉が現実化する外の世界へ解放していると想像してください。ではこれから68秒間この言葉に集中しましょう。私は自分が使うすべてのお金について気持ちよく感じます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 。